元気ですか？私は元気です。もう落ち込んでもないし怒ってもないし、楽しい気分です。だからみんなも楽しい気分でいてください。こんばんは。チェキ申し込みました。ありがとうございますありがとうございます。今日はなんか大人かわいい。これはね、これはね、私がオーディションの時に着たワンピースなんかね、ずっと着てる。秋になったらこれを着るんです。その時の思い出せるように。このワンピース覚えてる？幕張お話し会当たりました。初のリアル楽しみ。え、楽しみ。ありがとうね、申し込んでくれて。でもね、ハリネズミどっか行ったんだよねハリネズミどっか行った。これあれよ、あのオーディションの動画の服じゃなくって、最終オーディションの時に着ていった、こう1位で発表された時の服。これは縁起がいい服です。縁起のいい服です。これを着るといいことがあります。こんばんは。あ、テロップ入れときます。話し会申し込んでくれてありがとう。今日の13時で一旦終わりましたね、再販がね。バオバブさん、バンバンさん、虫メガネありがとう。ウミガメさんありがとう、ギフト。アヒルさん、ミハヒナさん、ウリンちゃん、ダイソンさん、モンブランさん、ケイチさん、サトシオンさん、サルトビニー、ザイモンさん、ニジール47さん、ゲンタさん、ギフトありがとう。ガントチャットさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。クジマスさん、ダースーさん、キノコのカパパさん、たまごサンドさん、イワシアさん、マフェリアさん、ズーミーさん、ジャボテンさん、豊中のヒロさん、モンブランさん、ヘリアンさんカタカナのタカさん、グーさん、ギフトありがとう。ゆきさん、ハマヤさん、ボブさん、カンさん、ソリオさん、ユキハさん、クジマサさん、ユキハさん、コジサトさん、ギフトありがとう。今日寒い。今日寒かった。
さっきメール送ったんですけど、もうすぐ届くと思います。ひなたさん、レフトさん、ギャンさん、マナブンさん、ヨッシーさん、ギフトありがとう。白ふくろうさん、愛してる、愛してる、ギフトありがとう。ヨシポンさん、ツーキーちゃん、モピラさん、ゲストありがとうね。ダイダイさん、ありがとうございます。寒かった。夜はちょっと風が、うお、涼しかった。秋ですね。こんばんは。部屋着長袖になりました。私も長袖着てます。メール届いた。花火の写真送ったやつ。ホットカフェラテ飲みました。あ、ていうか明日早いな、そういえば明日そういえば早い、起きるの、朝起きるの早い。何時起きだったっけ。何時起きになるすればいいのかな。5時とか。5時とか。T シャツ短パンで寝てたらさすがに寒くなった。寒いね。5時。5時。5時起きですね。5時。頑張ろう。最近の5時真っ暗？マジか。今日からメール取り始めました。楽しみ。え、ありがとうありがとうございます。じゃあついでにチェキも予約をどうぞよろしくお願いしますマピラさん、通勤急行通過駅さん、ゆるロッソさん、ダイドゥさん、ウリンちゃん、ゲストありがとう。ひなたさん、レフトさん、ギャンさん、マナブンさん、ヨッシーさん、ありがとう。アラームをかけときましょう。アラームを5時にかけて、ちゃんと爆音で起きて、で起きてすぐにピッて止めちゃわないように気をつけます私が結構やりがちなことがあって、アラームで起きるのは起きるんですよ。でも無意識のうちにえってもう一瞬でキュッて止めるんですよ。iPhone のさ、このこれあるやん、ここの部分、ここ
ボリュームのところ、このボリュームをさどっちかピッピッって押したらさアラームが止まるんよね、すぐに音がこうピッて消えるんよ、鳴った瞬間にこうやってこれを結構やってしまいます。パッて目が覚めるけど、あ、ちょっとうるさいって止めたらすぐ音がなくなるので、それでまたね新しいアラームが鳴って、でまたここをピッて押しての繰り返し、結構それがあるのでほんとねやりがちなんですよ、だから気をつけてます。私もスヌーズしてるよ、スヌーズしてて、でめっちゃねもう、あ、明日やばい、多分何も、多分1回だけだったらやばいっていう時は、うん、めっちゃ1分おきでザーって決めて止め、あの設定してたり、まあ、こう今日明日はそんなに危険性ないだろうなって、まあ、自分の中で判断できるんですよ、時は30分、あ違う20分おきとかにやってたりする。ではその間を取って10分おきとか5分おきとかでアラームを設定してる時もある。そうなんです、グーさん、たまごサンドさん、バオバブさん、ヨシポンさん、ジャボテンさん、シンゴさん、ハイキーさん、ダイダイスさん、セイちゃん、アさん、ソリオさん、カルカンさん、カジさん、セイちゃん、ギフトありがとう。そうですね、ちょっと明日やばいぞって時はもう何個でも設定してます。だから私ねアラームのあれがすごい、過去の今まで設定してきた履歴がなんでこんな時間に設定してるんだろうってこう見た時に、過去のねアラームのね履歴がすごいことになってるから、今どうなっとるかな、ちょっと待って待って、すごいことすごいことになってます、ちょっと見てほしい私の今までの、これ前の携帯なんですけど、こんな感じで一番最初は0時のやつがありますね何に使ったかはちょっと正直覚えてないけど、0時から0時14分、0時40分、1時、1時21分、1時半、1時46分、2時、2時7分、2時30分、2時45分、2時55分、2時58分、2時59分、これやばいね。何してたんだろう。3時、ここやばい。3時30分。3時50分、4時、4時30分、4時36分、4時50分、4時55分、4時59分、5時、5時7分、5時20分、5時35分、5時40分、5時45分、5時50分、5時55分、6時、6時3分、6時5分、6時6分、6時9分、6時12分、6時15分。あ、同じの見つけた同じやつがある。6時20分、6時25分、6時30分、6時、あ、また見つけた。6時半、
6時35分、6時40分、6時45分、6時45分、ここにもある。6時50分、6時55分、7時が2個。7時3分、7時5分、7時10分、7時13分、7時15、16、7時20、25、30、31、43、45、48、50、55、8時がなんと4つもあります。え、待って。8時が4つもあります。8時がなんと4コンボ。8時2分、8時5分、8時10分、8時15分。ちょっともうなんか2つでは驚かなくなりましたね。8時15分、8時20分、8時24分、8時25分、26、30、40、45、50、51、52、51、9時12、9時42、あ、違う、24、27、30、35、40、45、50、59、10時が2つ、10時、5、15、20、30、35、45、55、11時、11時15、20、25、1時、30、45、55が2つ、12時、15、21、30、40、51時、10分、30分、45分、50分、55分、58分、2時、10分、15分、30分、40分、45分、50、55、3時、あ、3時ちょうどはないんですね。20、25、30、54、55、4時、25、30、37、40、55、5時、3分、25、33、35、37、45、50、55、56、6時、20、25、30、36、40、45、50、56、58、7時、15、28、28が2つ、30、37、40、57、8時、13、16、20、25、30、37、40、45、50、55、58、21時、10、15、25、27、29、30、33、34、35、39、40、45、50、55、57、59、10時、26、27、30、36、37、40、50、58、で、11時31分。え、全部で何個あるんかな、数えてみる。
1234567891210、1234567891210、1234567891210、210個。210個です。すごっ、めっちゃある。ちょっと今から全部消していく。全部消す。今消してる。これでも前の携帯だから消してもね、特に意味ないけどね。消す。210個全部消す。なんかこんないっぱいアラームセットしてたんやって今思ったらびっくりした。今ね、新しい携帯にしてからは何個かな、まあ、10個ぐらいなんですよ、設定してるの。こんな昔200超えのアラームをかけてたとは。消すの大変、消すの大変。みんな何個ありますか、アラーム。え、少なくない？嘘。お、2桁がやっと 見れた。何個ある。すごいね。でもさ、私さ、すごい低血圧なんですよ。低血圧で朝が本当に苦手なんですよ。なんかね、血液検査を前、去年、違うわ、2年前ぐらいにした時に、あの貧血でね、あのね、めっちゃ低血圧なんです。だから朝めっちゃ弱くてクラッとするぐらい。だからこれぐらいしておかないと、もう朝早い仕事、お仕事があったらやばいんですよね。まあ、貧血の薬飲んでたりするですけどね、まあそんなすぐに治るものじゃなくて。
女性はでも多いですよね。朝苦手とか貧血の人とか低血圧とかね。そうなんですよ、変則的だからさ、その毎日のルーティン的なものをね決められなくて、毎日のその何時に起きて何時に何時間で何分で準備して家を出るみたいなさ、そういうさ、会社員とかのお仕事じゃなくて結構その日によってバラバラなんですよね。集合とか今日はお仕事があるないとか、なんかそれで不規則なんですよ。だからもうこうやってまあ一つ一つ消してるメンバーとかもいると思うけど、私はなんかその時にピッてこうボタン、緑のやつをピッてスイッチ押すだけでもう寝る間際にポポポって押して寝るみたいなことが結構多くて、しかも大量にやってないと本当に次の前の日は15時集合とか16時集合でよかったけど、次の日は5時、朝の4時5時とかに起きたりとかで、本当になんかこう毎日一緒とかじゃなくてめっちゃ不規則なので、だからこうやってやってるそうそう、だからこれは一つのさあれですよね、職業柄便利な便利な使い方をしてるんですよ。効率的な使い方をしているんです。ポポポって押すだけでもう次の日起きれるようにみたいな。消しました。そう、なんかね、どうしても遅れたらやばいお仕事とかそういう時次の日あるけど、もう前の日はもうめちゃくちゃクタクタ、あーもう疲れたって時はもう一つ一つこうやって明日は何時に起きましょうみたいなね、何時に起きようかなとか、もうやる気力なくてあちょっともう眠いってなったら、もうアラームのところパッて押して緑のやつをシュシュシュポパパパンって押してって寝るとかあとそれで仮眠を取ったりとか、仮眠とかね結構危ないんですよ。なんかその空き時間に2時間とかあったりしたら、それで何もセットせずに寝てしまうと、もうなんか次の最終号の時間とかがにギリギリになっちゃって、あやばいもうこんな時間だとかってなって、そう仮眠は怖いんですよ。だからあーちょっともうあ2時間あるちょっと眠いかもって時もシュッシュッシュッポポポポポンって緑にして、緑のボタンを押して仮眠みたいなってことがあります。めちゃくちゃ忙しい時期は全然アラームを設定するっていうあれはなかったねフ。新幹線で寝過ごしそうな時はあった？ないかな。なんかね、新幹線は謎にセンサーが発動するんですよ。あ、もうすぐだみたいな。なんとなく、あって目が覚める。一人の部屋だったら誰もいないから。油断して寝るんですけど
ラームの音楽はあれにしてますよ。音楽っていうか普通のデフォルトです、これ。これにしてます。今ね、もう一つね、一昔前はずっとこれでした、全部。煎茶ってやつにしてました。これさ、これ電話の音なんですよ、私。あ、一緒の人いる？電話の音です、これ。これはね、2年前とかのテーマソングでした。これは2年前のテーマソング。今はこれ。で、去年ぐらいはこれでした。で、これお姉ちゃんだ。これお姉ちゃんの音だ。これお姉ちゃんのアラームの音です。犬ってアラームに反応しない？え、全然。私のお家の愛犬はね、アラーム音で起きないですね。あ、これうるさい、これうるさい。これはお父さんだ。これお父さんのアラーム、めっちゃうるさいんですよ。爆音でこれ鳴らしてくる。これうるさい、本当に。こんばんは、ウミガメさん、レンタルキャットさん、あんちゃん、モリブトバックカジ、サランスロボコーナーさん、ハートありがとう。ハートこまわお、ニックネーさん、マイさん、キルシーさん、カノンさん、週末さんのブーヤデさん、ウミガメさん、カタカノンタカさん、ジャボテンさん、キヨさん、ニックネーさん、ギフトありがとう。ヤッシーさん、キノコのカパブさん、ウミガメさん、ギフトありがとう。
ね、なんか個性出るよね。これ起きないだろうなこれ絶対起きないだろうな。これで起きたらめっちゃ眠り浅くない？アラーム職場でよく聞く。そうなんだ。司会ペイペイしてきた。お、ありがとう。お支払いペイペイ。サンキューペイペイ。もう全部消したよ。210個あったやつ。これのせいでストレージ食ってたとかあるんかな。アラームの設定数でそんなないよね、あんまり。田中のひろさん、みーくん、まりちゃん、だいだいさん、ギフトありがとう。こんばんは。絶対ないよね、そんな重くないよね。だいたいさ、重いやつってさ、 LINE とあと写真とあと LINE 写真 X とかストレージ、撮ってそう。でも大体さ、アルバムじゃない？大体写真とかのさ、アルバムの中にあるものがさ、ストレージすごいよね。あと音楽ね、音楽とカメラアプリと、でも動画系だよね。サブスクとかアマプラ、ネットフリと、あと私はね、なんかね、動物の森みたいなゲームしてるから、それもちょっと容量取ってる。あ、 LINE はでもそんな容量取ってないや。上から言っていくと、アルバム、X、ミュージック、カメラアプリ、2つ、動物の森みたいなゲーム、ネットフリー、TikTok、メモ、またカメラアプリ、あ、ボイスメモが意外と。で、ゲーム、で、その次に、あ、ショールームも意外とありますね。あとは Gmail、Google、Google マップ、ゲーム。で、その次に LINE、YouTube、インスタ、PayPay、Pinterest、Kindle、ニコ生、Zoom、Google カレンダー、Safari とかですね。そう、私はね、写真が大量になります。どうしてもね、アイドルというお仕事をしてると写真をいっぱい撮るので、それがね、なんか普通にアイドルとかこういう芸能活動してなかったら写真は
自分の写真って撮らないじゃないですか。どこでもこう撮ることないじゃん。友達と遊ぶ時とかは撮ったりするけどさ、でもお仕事で撮ってそれをあげるとか、それをメールに送るとかするからさ、やっぱ仕事柄いっぱいになっちゃうんですよね。こんばんは。写真の整理って本当こまめにやっとかないとさ、ブンちゃん、なるほど、ありがとう。ザンタクさん、尊い、ありがとう。バオバブさん、ナオさん、豊中のヒロさん、ギフト、ありがとう。Yes。くじまつさん、バラありがとう。こんばんは。小島さん、チェキはおすすめです。私のファンの方がおすすめしてくれてる。チェキおすすめですよ。きのこのかパパさん、ウミガメさん、ハートありがとうございます。レフトさん、ギフトありがとう。カメコさんの写真は確かに解像度すごくてデータがあれですよね、重くなりますよね。重そう。ウミガメさん、ハートありがとう。浴衣の写真まだいっぱいあるんですよね。小島さんのこと気になってるので申し込む寸前の3秒前です。え、もう1、2、3経ったよ。あ、でも今ボタンを押したってことだね。配信中でも皆さんボタンを押してくれてもいいんですよ。へへへ。浴衣の写真欲しいですか？なんかさ、なんかちょっと季節過ぎたから送ったらあれかなとかって思う。全然みんなに無料配布ぐらいできるぐらいあるんだけどね。写真印刷して。ジャボテンさん、キノコのカパパさん、ギフトありがとう。新曲公開されたら衣装の全身写真バシバシ送って。やっぱたくさんたくさん量が欲しいよね。私も今ね思いました。確かにもっと送ろうって感じです、思ってます。ヤマさん、ギフトありがとう。こんばんは。
こんばんはでございます。友達だと思っていた。わ、2年前、髪の毛短い。なんかね、2年前の顔つきと今の顔つき全然違うんですよね。今ね、すごい優しい顔になってる気がする。前の私の顔が結構ね、なんて言ったらいいんでしょう、なんか厳しい顔してるんですよ。厳しいっていうか、なんかって顔してる。昇格して丸2年経ちましたね。この時の髪の毛ぐらいに短く切ろうかな。だと思っていた。タタ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 。アイコジはいつも穏やかな表情のイメージ。え、本当ですか。そうなんだ。そう、ま、でも人によるよね。こんばんは。ちょっと待って。ちょっと調べる。はい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 。
きなこのかパパさん、くじまささん、にじいろ47さん、ギフトありがとう。なんか、なるほどね。なるほどね。なるほど。なるほどです。お母さんギフトありがとうございます。カタカナのタカさん、なるほどギフトありがとうですね。ダン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 、そういうことですね。理解しました。完全に理解しました。はいはいはい。なるほど。すいません、ヒントをください。いや、ちょっと、まあ、自分の中で今うんって思ったことがあったんで調べて、ああそういうことかって自己完結 したので、配信中に自己完結しました。こんばんは。気になった方は、あ、今ちょっとお話し会ができないね。確かに気になった方はチェキ会へ気になった方はチェキ会へどうぞお越しください。10月15日のイベントの日まで覚えてるか分かりませんが、どうぞ。ていうかさ、オンラインサイン会がさ、感謝枠なくなってさ、ないじゃないですか。だからオンラインサイン会の代わりにチェキ会どうですかっていう話です。チェキ会は話せません。ただ私が一方的にショールームで、何々さんは、何々でこれこれこうだよねってめっちゃ一方的に言うだけですね。例えば瀬戸内瀬戸太郎さん、ありがとうございます。瀬戸内瀬戸太郎さんは本当に瀬戸内海のように爽やかで、私はすごく瀬戸内瀬戸太郎さんの名前が大好きです。やっぱり兵庫とかの実家に帰ると、あ、実家に帰ってからまた広島に帰ってくると、瀬戸内海とかを見たらね、瀬戸内瀬戸太郎さんのことを思い出すんですよ。って勝手に私がこういう風に一方的に喋るだけです、ショールームで。こんばんは。
そんな感じ。はじめましての人いいですよ。はじめましての人は、あ、瀬戸内瀬戸子さん、はじめましてですね、ありがとうございます。瀬戸内瀬戸子さんは、うん、正直今まであのお話し会とかサイン会で来られてない方だと思うので、正直あのイメージを私から何か言えることはないんですけれども、まだお会いしてもないので、でも私のこのチェキを買ってくれたということは、もうこれは私に捕まったということなので、絶対に逃がしません。もう確保です、確保。もし瀬戸内瀬戸子さんが他のメンバーで呼ばれていましたら、瀬戸内瀬戸子さん、あなたはもう懲役100年または愛小路温泉へ沈めるの刑となります。今もう私は瀬戸内瀬戸子さんの名前を覚えましたよ瀬戸内瀬戸子さん、瀬戸内瀬戸子さん、瀬戸内瀬戸子さん、私は覚えましたとか言ってますが、ありがとうございます。私のチェキを買ってくれてありがとうございますっていうことになりますね、初めての方はという形になります。ニック姉さん、エムゼキさん、いい人ありがとうございます。そうですね。もう一パターン、はじめましての方、お、これははじめましての方ですね。広島ひろこさん、ありがとうございます。広島ひろこさん、ちょっと初めて名前見たかも、初めて買ってくれたのかな、ありがとうございます。広島ひろこさん、私と子が一緒ですね、ダブル子ですね。ちょっとユニットを一緒に組みましょう。じゃあユニット名は、そうだな、瀬戸内ひろこさんなので、あ、間違えた、広島、ごめんなさい、広島ひろこ広島ひろこさん、どうしようかな、ひろこじはどうですか、二人合わせてひろこじ、はい、ユニット名決まりました、ひろこじ、ひろとこじでひろこじです。ということで、ありがとうチェキゲットしてくれてありがとう。またゲットしてね。そしたら次うちらのユニット名の広島ひろこちゃんと
私とユニットの曲名を妄想しよう。その時はその話をしようねって感じですね。これは、はい、これは2パターン目の初めての方ですね。はい、どうですか、欲しくなりませんか。欲しくなりましたか。藤増さん、いい人ありがとう。修二さん、くまちゃん、ありがとう。背中のひろさん、わらびもっちーさん、リュフトさん、チャッピーさん、ニックネーさん、ギフトありがとう。まだ、おお、なるほど、欲しくなった、嬉しい、めっちゃ楽しそう。そうですね、1人1分でやってみようかな。1人1分、よーいよーいスタート。お、兵庫県ひょうひょうさん。ありがとうございます。兵庫県ひょうひょうさん、お、ちょっと初めての名前の方ですね。兵庫県出身ですか？私と同じじゃないですか。ちなみに兵庫県ひょうひょうさん、待って、私が当てますね。ひょうひょうさんのが兵庫のどこに住んでるか。あれです。丹波篠山ですね、きっと。丹波篠山でひょうひょうとしてると思います。兵庫県ひょうひょうさん、はい。ごめんなさいね、全然適当じゃないですよ。もう私はもう確実に当てに行きました。ありがとうございます。はい、またゲットしてね、バイバイ。はい、どうですか。はい、これ1分、ディエンさん、ギフトありがとうございます。じゃあ、いつも来てくださる方の、いつも来てくださる方のサインの書き方ですね。いいですよ、いきますよ、よーいスタート。あ、いつもありがとうございます。骨骨骨骨骨骨コツコツさん、ありがとうございます。骨骨コツコツさんは本当にもうお名前の通りコツコツされていて、もうね、名前やばい、でも名前がね、いつもやばいなって思うけど、本当にコツコツされている。本当にコツコツされているので、もう見習わないとなっていつも思います。ちょっとサインにちょっと骨のマークつけ足しとくね。はい、骨粗鬆症になったら面白いね。面白くないか。じゃあちょっと健康でいようね。これからも健康で一緒に骨の健康を考えて生きていこう。ありがとう。はい。はい、これがいつも来てくださる方ですね。でも骨骨コツコツさんとかいういつも来てくださる方いないもんな。
いた、ほねほねコツコツさんギフトありがとうございます。お医者様みたいな、なんか対応しちゃいました。ふみふみさん、いいね、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと待って、あ、充電したいけど、充電のところが、ちょっと待ってね。よし、オッケー。はい、こんな感じで私の次回は行われる予定ですどうですか皆さん、気になりましたか。瀬戸内瀬戸三郎さん、美味しそう。瀬戸サブ、なんか瀬戸サブレみたいキノコのカパパさん、ヨシポンさん、ギフトありがとうございます。瀬戸サブレってあるんですかね、どうなんでしょう鳩サブレ、鳩サブレってあるよね。なるほど、鳩サブレ、鳩サブレを知ってるから美味しそうって思えたんだ。くじまささん、ギフトありがとう。美味しいよね鳩サブレ。こんばんは、トッシュさんハート、オトさんハート、ありがとうございます。じゃあふみふみさん、いいね、ありがとうございます。じゃあそうですね、一回買ったことがある方のチェキ、チェキを一回買ったことがある方の1分間の例をね、ちょっと出してみますね。いきます。ちょっと待って、ニックネームどうしようかな。よし、そう、名前見たことあるなぐらいの方いきますねよしとか言って、あ、次は遅刻常習犯さん、ありがとうございます。あれ、ちょっと一回聞いたことあるな。遅刻常習犯ってことは、まあ、多分私のこのチェキ会も見逃し常習犯っていうことですよね、きっと。ダメですよ、めっ、ダメです。このチェキを代わりに叩いておきます、えいえいまあこんなことをしても意味がないのですけれども、ちょっとサインを書いておきますね。はい、こんな感じでサイン書いております。ちょっとまた私のチェキ見逃し常習犯しちゃダメですよ、いいですか。でこの中に念を込めましたので、遅刻常習犯さん、
また来てください。バイバイ。はい。どうですか？結構いいじゃないですか。はい、結構いいと思う。いい感じ。タンタンタヌキさん、なるほど、ありがとうございます。ジャボテンさん、まさきさん、カタカナタカさん、ウミガメさん、ギフトありがとうございます。いいですよね。お、とてもいいです。ほら、ありがとう。じゃあ、そうだよ、こんな感じ。割とね、ずっとふざけてる。ずっとふざけてるから、みんなもちょっともうあんまり肩肘張らずに見てください。じゃあ、そうだな、ちょっとリアルにこの今いる方の中でお名前を使ってちょっと再現したいと思います。まだ11時15分ですよね。まだまだ配信できる。リアルに今ここにいらっしゃる方のお名前を使って再現しますね。サイン会。じゃあ私が今から目をつぶるので、皆さんコメントをお願いします。ピッて止めた方のお名前を使わせていただきます。誰になるかな、誰になるかな、トゥルルルンルンルルルラン。お、ちょっと待って、あれ、変なやつ開いてしまった。ちょっと待って、もう一回いきますよ。あ、変なやつってあの人じゃないですよ。あの違うページを開いてしまったってことですよ。人のことを変なやつって、あの人間のやつじゃなくて、違いますよ。あのライブタグっていうところを開いちゃったので、もう一回いきます。違いますよ。ちょっと、はい、もう一回いきますね。誰になるかな、誰になるかな、デレレレンレンデレレレン。ほっ、おっ、ちょっと待って、たかしんさん。 OK、 じゃあローマ字たかしんさんのやつで再現してみたいと思います。あっ、見てて、て、じゃあ今日書いたこのチェキを使って再現しますね。はい、お次はスタート。はい、お次はたかしんさん、ありがとうございます。こんな感じのチェキでございます。たかしんさんはね、あのね、私ともう一人誰かを推してますよね。はい、ちょっとそこはあえて、まあ、私大人の女性なので、まあ、言わないでおきますけど、まあ、ここだけの話、たかしんさん実は私の方にあの気持ちが動いているっていうのを、あのちょっと感じ取ってるんですよね。ごめんなさい、ちょっと自分で言うのちょっと恥ずかしいんですけど、あのすごい感じ取ってるんですよ。はい、なのではい、今回のこのようきっかけに、あ、私楽しになってもいいんじゃないかなって思ってて、はい、その魔法をちょっとたかしんさんのこの時にすり込ませておきますね。はい、届きますように、魔法と一緒に届きますように。はい、
はい、以上です。はい、こういったあの軽い熱入り、軽い魔法入りのチェキが届く場合もございますので、皆様ご存分に楽しんでいただければと思います。ご存分って日本語ある？熱入りチェキってなんかさ、あのあれみたいですね、ごま入り、なんで知ってるの？あ、ちょっとごめんなさい、私結構何でも知ってるタイプの INTP タイプなんですよ、 MBTI の。ごめんなさい、ちょっと博識で、はい、はい、すいません、てへみたいな感じで、はい、やらせていただきます。どうですか、どうですか、ちょっと私もリハーサルできて嬉しいです。1分間っていうね、限られた時間でね、どんどん次次って書いていかないといけないので、結構ね私も練習が必要なんですよ。白黒さん、虹色47さん、正宗さん、タンタンタヌキさん、ギフトありがとうございます。白黒さん、ギフトありがとう。リハーサルで買うの躊躇したらすいません。え、もうそんなそんなことを言うんですか、そんな、もうあれですよ、これで私のねサインがもう欲しくないって言われたら、もうあれです、アイコジビーム、アイコジビームが来ます。多分ね3日後ぐらいに来ると思う、アイコジビームが、アイコジビームが3日後ぐらいにやってきて、あなたの脳内をねしびれさせます。3日後ぐらいにやってきて、はい、日常生活で、あの今そのすぐにじゃないんですよ、その時間差で3日後ぐらいにやって、いきなり道端で、あっあっ、ちょっとちょっと頭がってなって、苦しめさせられるっていうビームが届くので、皆さん間違ってもゲットしないなんていう選択は取らないでくださいね。いいですか皆さん、私は今ここまで言ってますよ、怖いですよ、アイコジビームの効果舐めないでいただけますか。何の話をしてるんだ私は、何の話をしている、これは一体、これは一体何の話をしている、何の話だ。せめて小玉乗ってほしい。なんでビームが小玉に乗るんですか。なんでビーム小玉に乗るの、そんなビームは
あったら面白すぎる。ギフトありがとう。おいもたんギフトありがとうございます。まあ、今全部あのチェキの宣伝ですね。でもさ、今さ入ってきた瞬間のさ方とかはさ、え、なんか何してるんだろうってシンプルに思うよね。え、な、何の話、ビーム、ビーム、なんだろう、何の話なんだろう、ゲームの話かな。いいえ、チェキの話です。3日遅すぎる。違うんですよ、あのね、アイコジビームは3日届くことに意味があるんですよ。筋肉痛より遅く来るっていうことで油断をさせておくっていう。そうそうそう、私ね、念力系なんだよね。ごめんね、ちょっと暴露しとく。あの念力系でさ、まあ今まで正直言わなかったけど、結構そういうの使えちゃうんだよね。うん、そうだから、まあみんなの頭の中をさ、を支配することもさ結構できちゃう感じ。知ってた？してました。チャーさん、ガントチャートさん、ギフトありがとうございます。そうなんだよね、ちょっと、あ、ごめん、いきなりちょっと真面目な話しちゃう、ごめん、本当に申し訳ない。いきなりこんな、なんかまあいきなりこんな、ごめん、あの真面目な話になっちゃう。実はそういうさ、エスパーみたいなものをさ、結構使えちゃうっていう。うん、ごめんごめん、なんか勝手に呼び出して何か悪いんだけどさ、念力使えちゃうからさ。でさ、あの、ちょっとやだ、待ってって、ちょっと待ってって、冗談じゃないんだよ冗談じゃないんだよ、マジで念力使いんだよ。だからさ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、念力使えるんだって。さ、正直みんなのその考えとかも、まあ、アイコジのことしか考えられなくなるように正直支配してたし、
正直まあ支配してたんだよね。まあなんだろう、まあ、あなたが私のことを好きっていうさ、あなたが私のことをこう応援してくれるっていうのはさ、割と私のまあ念力でさどうにかしてたっていう話なんだって。ちょっとちょっと待ってちょっと待ってってちょっと結構真面目な話なんだって。セブンさん、ノブロー V さん、ギフトありがとうございます。てかいつの間に、なんで私さちょっと男役みたいになってるんですかね。私は女の子役がいい。豊中のひろさん、ギフトありがとうございます。なんかちょっと久しぶりに演技したくなってきたな。演技したくなってきた。じゃあ次女の子バージョンでやってみるね。急に呼び出してごめんね。あのさ、ちょっと言いたいことがあったのだあったのだ言いたいことがあったのだあったのだそうなのだ。ほらお願いしたいことがあったんだ。そうなのだ。ほらみんなに応援してほしいんだ。だからほらアイドルなるだ。アイドルなってアイドルなって地域外をしてみんなにチェキさ届けたいんだ。実はもうアイドルなってんだ。実はアイドルさなってるべ。ほんでもう販売してんだ。チェキってなんだべ。チェキもわからねえ田舎なんだがここはよ。チェキもわからねえ田舎におら育ったんだな。結構もうアイドルしてんだ。4年もアイドル続けてんだ。言うわけさ。だからだべ。ケンジの人みたいじゃない？重くない？フラガール、そうなんだ。ジャボテンさん、イハクさん、リュウドウさん、おみかんさん、ギフトありがとう。福島弁って言うんだ。福島？そうなんだ。
けでちょっとジタバタの巡り合い、いやよだめよくんずほぐれつで華々しく恋してまあ、というわけで皆さんぜひチェキ予約してください。なんかめちゃめちゃ長い話になっちゃったんですけど、まあ私が何が言いたいかというと、どうぞチェキどうぞっていうお話でした。そんなこんなわけで、そんなこんなわけでちょうどジタバタをめぐり合い、いや雨をくんずほぐれつで華々しく恋して、夏の男は手が早すぎるしさよな、ドゥルルルドゥ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 、ドゥルルルドゥ。繁盛してるね白い砂浜、ひと夏限りのスリルが並ぶ、なんて言ってたっけスリルがなびく、日焼けしすぎてほてった肌、心がドド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 ド、消えた理性愛してくれ、メラメラ燃えるした心だけが燃えるさざ波だってだけど、僕たい懐かしい、またやりたいな。サトシオンさん、バオバブさん、わらびもっちーさん、うわガントチャートさんギフトありがとう、田辺さん、ジャボテンさんギフトありがとう。でもね、私はねもうずっと言ってるけどね、あれがしたいんです。シアターの女神公演、シアターの女神、ようやく会えたね、テテ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 テ、ドゥン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 。いいえ、私はやりたいユニットがあるんです。何かというと、もうね、アイコジファン、アイコジコジマニアの方はもう分かると思います。はい、私がやりたいユニット、これはもう答えられたら、コジマニアです。コジマニア検定準2級、キャンディー正解です。ブンちゃん、たかしんさん、しょういちさん、バオバブさんギフトありがとう。キャンディーがやりたい。50cc バイクでちょっとその辺まで、よいすがり日差しがうらら、 I want more music を聴き入りの帰ら、嫌なことなんか全部忘れられるからね、キャンディ一つ口に入れて
舌をその上で転がすのよ。甘くてちょっと酸っぱい元気なララララララ Everybody say everybody さララ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 ラ。憧れる、もうね結構ずっと言ってきたずっと言ってきたんですよ。キャンディーをやりたい、キャンディーをやってみたい、シアターの女神公演をやってみたい。ウミガメさん、ブンちゃん、ジャボテンさん、シロクロさん、わらびもっちさん、小雪さん、ギフトありがとう。全体の曲では何が好き？何が好きかな。ちょっと待って、そうだな、あれとか好き、隕石の確率。何億年に一度、ん？なんか違った出会いだと思う、ありえないんだ、ありえないんだ、この広い宇宙でふんこの胸にできてる愛しさ、誰かに話したかった、今本気してることを、オネストマンもいいですよね。チャイム鳴ったら誰より先にドアを開けて外に飛び出そう。勉強をなんかできなくたがってもっと大事なことがじゃ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 んじゃじゃん。君が好きだったと本当の気持ちをあとね、あとね、あれは好きなのはしょうがない、好きなもんはしょうがないのやつ、100メートルコンビニ、この曲も好きですよ。ダイソンさん、セバスチャン、ナマハゲさん、ウミガメさん、ギフトありがとう。トゥルルトゥルドゥートゥル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 ルトゥルルトゥルルトゥ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 ルー。
シアターの女神公演しつこいぐらいやりたいなって言ってる。こんばんは、ケイジーさん、ギフトありがとう。キャンディーひとさ口に入れて、舌のその上で転がすのよ、甘くてちょっと酸っぱい元気、ランララララララ。Everybody, everybody, さ、ランランララララララ。うん。たたた。ご粒子石バイクで、ちょっとその辺まで。土曜日の昼下がり、日差しがうらら、アイポッドでミュージお気に入りのカエラ、嫌なことなんか全部忘れちゃえるからね、キャンディーとさほっぺの中幸せになれる呪文みたい。Everybody け、Everybody さどこへ行こうか。女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなると、いつも心で雨を舐めてる。商店街走ってあいこう、振り回を覗いてあいこう、死に相手を振ってあいこう、雑誌部が超絶可愛いあいこう。キャンディのあと2人は誰としたいか、誰と、そうだな、どなたでもどなたでもWelcome to my candy. Welcome to my candy world. ウミガメさん、ヤマシオさん、ガンタチャートさん、ジャボテンさん、フミフミさん、シュウジさん、ギフトありがとう。ヤハヤハさん、シロフクラさん、ありがとう。泣き虫な子供を黙らせように、ご褒美があればもっと頑張れると思う。キャンディーとさ放り込んで、文句とか愚痴は言わなくなる。 Everybody care, everybody さ何をしようか。女の子は気分屋さん、今よりももっと楽しいことをいつも求めて、姉を探してる。涙がこぼれてしまう時はポケットからさ、 あの魔法。 Why everybody, why everybody, why、 ワク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 、ジャンジャンジャン。あ、こんな振り付けないですね。まさきさん、ジャボテンさん、しゅうじさん、ウミガメさん、ヤマシオさん、ゲストありがとう。こんばんは。キャンディーひとさ、キャンディーひとさ、ほら、ほっぺの中幸せになれる呪文みたい。
エビバリケエビバリさんどこへ行こうか女の子は楽天的人生はきっとなんとかなるといつも心で雨を舐めてるララ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 、衣装めっちゃ可愛い。キャンディー衣装可愛い、めっちゃ可愛い、超可愛い。メタメタメタ、めちゃめちゃメタメタ、メサメサ可愛い。え、可愛い。可愛い。え、待って、びっくりした、怖いこれ吉田あかりさんが着てるやつ、多分本家のやつじゃないと思うけど、本家様様が着てるお衣装はこちらですね。なんか吉田あかりさんが着てるやつは多分本気じゃないけど、なんかめっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛い。え、こんな衣装が着れるんだったら、ん？これまた違うか。この吉田あかりさんが着てるやつは違うが楽曲でございますね。でもこんな可愛い衣装着れるんだったらさ、お腹とか見えちゃうからさ、もう走り込みそう走り込んでどうにかしそう、どうにか頑張ってモンブランさん、白ふくろうさん、修二さん、ウミガメさん、ギフトありがとう。多分本家の衣装はこれですね。めっちゃ可愛い。しゅうじさん、ギフトありがとう。どうにかこうにか、どうにかこうにかするよね。こんな可愛いお衣装を着れたら。ふわふわでかわいいな。アイコジ似合いそう。ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。ああもう53分か。ベースさん、シュージさん、ありがとう。明日早起きだからアラームかけとこう。待って、最初の話に戻る。一番最初の話に戻るよ。アラームかけとかないと忘れずに。5時。5時にかけとく。5時起き。フェリオさん、ハートありがとう。何個にしようかな。5個。5個にしとこう。なんか明日起きれる自信ある。Kさん、ギフトありがとう。
5時5分5時10分5時15分5時20分、これだな、これです。まあでも5時起き結構余裕持っての時間なので、まあそのぐらいにかけといて、かけといても全然あり、全然あり。あ、ファイトギフトありがとう。カタカナタカさん、クジマスさんありがとう。ヤハヤハさんありがとう、ギフト。お仕事頑張ってきます。みかんさんファイト、ありがとう。タン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 タタンドルルルンドルルルルタンタンタンタタン。でも明日のことはまた話せる日が来るので、その日を楽しみにしていてください。オフショットをいっぱい撮っておきます。もうこんなになるぐらい、こんなになるぐらいオフショット撮っとくお仕事応援してるよ、ありがとう、優しい。頑張ります、お互い頑張りましょう。皆さんが何時に起きて何時に出社するのか、明日がお仕事なのかお休みなのかは分かりませんが、お互い頑張りましょう。え、もうあいこじごめんゴロゴロするっていう人もいるかもしれないし、同じようにあめっちゃ早起きなんだよね、だけどあいこじの配信見てから寝るんだよねっていう方もいるかもしれないんですけども、みんなが明日一日幸せな24時間を過ごせることを願っております。女神愛子様が、おほほほ。というわけでランキングを読んでおきたいと思います。13位アンニョンさん、12位ソリオさん、11位フミフミさん、10位ズーミンさん、9位ブンちゃん、8位バオバブさん、7位カタカナのタカさん、6位ウミガメさん、5位シュージさん、4位クジマスさん、3位ジャボテンさん、2位シロフクロさん、1位はガントチャートさんでした。ありがとうございました。今日もめっちゃ配信した、2時間しました。夜遅くまで見てくれてありがとう。長い時間でしたが今日も楽しかったです、配信。また明日ね。あ、最後にお知らせ、トップエルネオ2023オータムが10月2日に発売されました。私のソロインタビューが載ってありますので、書店やアマゾンでの購入も可能なので、皆さんぜひゲットしてください。よろしくお願いします。あとこちらに書いてあるんですけれども、オンライン式サイン会10月の15日日曜日の14時からありますので、10月5日までなのでもうすぐで締め切りです。結構ね、どうしようかな、やめとこかなって思ってたら時間が過ぎちゃうので、皆さんお急ぎください。もう明日で4日なので、意外と時間がないので、よかったら1枚でもお願いします。わがままを言うと3枚です、お願いします。それからあとは何があるかな、何があったっけな、あ、おやすみおやすみなさい。